もうすぐ出荷予定、9月20日から25日ぐらいにかけてかな、出荷予定のビーテスラとアゴメタルでちょっとね小物やってみます。アゴメタルの使い方が分かんないという方がねちょこちょこいらっしゃるので、その辺の、説明しながらちょっと釣ってみます。まああんまりね難しく考えちゃダメよこういうの投げる、まあ基本的に小アンブの根についてるね小魚、まあメッキとか入ってくれば表層、カマスなんかもいれば表層の方がいいんだけど、まあとりあえず魚見えないのでボトム中心ね、そこ取りました。そしたらねここで普通にジグヘッド、軽いジグヘッドを操るようにこうちょんちょん、ほら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 、わあバレた普段簡単に食うだろうあのね実は僕今朝、まあまだ今7時半8時ちょい過ぎくらいかな、最初ジグヘッドにワームでやったんだけどね、なかなか釣れなくて、アゴメタにしたらねバタバタっと釣れたのでカメラ出したんです。はい、ちょんちょんからのステイとかちょん、そんな感じでいろんな魚が食ってきてます。これ何かな、あ、かわいらしい笛吹きくんです。かわいい笛吹きよいしょ、これなのね、一匹目バレちゃったけど簡単に釣れるでしょ。はい、あのゆっくり落とす必要とかね、あの特別ちっちゃなものをつける必要はあまりない気がしたので、今はアゴメタルの3グラム結んでます。よし、どんどん行ってみよう。ありがとう。あの巻きの方がいい時もあるけど、今あの見ても分かるように、あの笛吹き台でもさボトムについてんだよ、大体岩とかね、岩盤のねゴロタとか岩盤とかの岩にこう割合タイトについてるので、やっぱりそこを取らないとダメだね。そこについた状態からチョン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 でテンションフォール、チョンチョン、だからこうジグヘッドだと思ってやればいいのよ基本。ジグヘッドでもねスローリトリーブで釣るときとちょんちょんやりながら釣るときとあるでしょ、アジでも。はい、来た来た、簡単に釣れます。アゴメタルの威力すごい、本当にすごい。今度は何ですか、やっぱり一緒だこんな可愛いんだけど冬吹きくんです。よしね、えノーカットでこんなにポンポン釣れる絵面ってそうそうないよね。よいしょ、ちょっとね打つ方向変えますね、正面に打ってたので少し左サイドの沖側へ向けて。着底、ちょん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 、テンションフォール、お、当たった、なんか一頭一匹になっちゃってるサイズは変わんない、もう、お、少し強いかな、ほんと少しだよ。強いなと思ったら磯辺田君強いんだよこいつね、意外にメバルの倍ぐらいの引きする感じ。よし、おいしょ、今のところ一匹釣れてるね。よっしゃ、
巻いてみようか。おお、なんか、あ、しまった、潜られた。巻いたらなんかズシーンときてロックしちゃったよ。わあ、抜けた。もう一回巻いてみよう。お、触った。おーし、巻いても食うね。あのジグヘッドと同じようにスローリトリーブでね、アゴメタルって全然食ってきちゃうからね。やばい、磯べら祭りになってきた。これはちょっと投げるとこ変えよう。また笛吹きが連れてた方へ投げて、微妙に住み分けしてたりするからね。あのメバルとイソベラ、ハタとイソベラ、本当に微妙なんだけどね。あのピンで入れるとイソベラばっかり、ちゃんと入ると、ね、他の根魚ばっかりとかね、よくあるので、その辺も意識しながら、とりあえずそこからただ巻き、もう一回落として、当たった、当たって乗らなければまたそこへ落とす、巻く、当たってる当たってる、あー乗らない、あー当たってるけど乗らない、ちょんちょん、あー当たる。ちょん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 、あー食い損ねたな。無風ベタナギ、超熱い。カメラから見えないんだけどね、足元広い岩盤があってガクッと落ちてるの。だからちょっと大型が来ると多分寄せる時に潜ら、あの落ちたところで、ね、潜られると思う。取れないと思う、30センチ行くと。わあ、今も食われてたよ。落ちるときにもう見に来てスーッと追っかけてってパクッと食われてるからね、魚が多いとこに当たると。でそこからこうちょん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 やってスイッチ入れてやるというか、あの食うタイミング作ってやりさえすればいいね。でただ巻きの方がいいときもあるし、ちょんちょんの方がいいときがあるし、両方 2種類ぐらいでいいと思う。よし、キュ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 ンね。やっぱりあの冬吹きくんがいるところに投げるとちゃんと冬吹きなんだよ。はい、じゃあ次は全く投げてない場所へね、ちょっと投げましょう。カメラ位置も変えます。うわ、海藻かと思った。これ魚の群れだったんだ、すごいな。うわ、すっごい。あとで動画撮ろう。お、来た。下見てたら来た。お、曲がってます、竿曲がってます。着底してゆっふわーっとさせてたら食ってた。やっぱりね、ほっとけて食うのはこういう魚で。カッサゴくん、はい、サンキュー。よし、アゴメタルスロー、あのまあ普通のリトリーブ、それからファストリトリーブ、チョンチョンチョンからのテンションフォール、チョンチョンチョンからのフリーフォール、まあそんな感じなんだけど、あともう一つ手があるのが、今カサゴ釣れた時は
こう意味軸も結果的にやっちゃってたことなんだけど、そこへつけた状態で竿でね、そこをズルズルズルって引っ張ってやるの。潮が動いてるときはもう勝手にボトムドリフトね、コロンコロン転がっていく感じ。それも一つのメソッド。なんか非常にあのこうワームチックな釣り方するんだよ本当に。なんかそれが今までのメタルジグと違うところだね。大きく食いませんか。少しサイズのいいやつ来ないかな。最後にまいてみようか。やっぱり何かこう潮の条件があるね。この右手がよく釣れて、あ、シャローなんだけどね、この左手の少しディープな状なってるところはさっき一発いいのかけたけど、それっきりバイトがない。うん、何かしら条件が違うんだろうね。水の中のね、水の中というよりこうボトムの条件かな。と桶を掘って風と潮に乗せて右手へ流し込んでやろう。ほんで下りが広がってて、下り越しに投げて、その下りの向こう側をちょっと釣ってみようかなと。大きいの来たら取れないんだけどね。古来ね。じゃあもう一回シャローを打ってやめましょう。シャロー側、あーすぐ当たる。こっちは魚がいっぱいいる。ほら、ああ暴れた。そこつけてじわーっと巻いたらね、もうガン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 当たってくる。そこへつけてじわーっと巻くとゴゴゴゴって、あの磯べらだともうかかんないから。あー当たる当たる。ああ、しのった。おお、途中で引っ張った、引いたぞ。この引きは横へ走るから、冬吹きでしょう。よっしゃー。はい、アゴメタル救出、これで終了。今回はね、でもね、サイズのいい根魚にね、ちょっとそっぽ向かれてんだ俺。うん、今回は持ってない。サイズのいいやつはどうもね、沖合に下がってる気がするね。となんか音があってもいいんだけど、大きいって言ったら30から35あればいいと思ってるんだけど、どうも沖合に下がってるみたい。